フォード財団とは、米国のフォードモーターのエドセルフォードとヘンリーフォードが1936年に設立した財団で、資産規模は全米第2位の121億ドルであり、2015年度は1570事業に対して約6億1061万ドルの補助を行った。フォード財団は、すべての人間には内在的な尊厳があると考えており、貧困と不公正を減らし、 民主主義の価値を増進させ、国際協調を推進し、人類の偉業を進めなければならないと考えている。そのためには、社会運動が必要だが、社会運動は、個人のリーダーシップ、強い組織、革新的で時として、ハイリスクなアイデアが必要である。そのため財団は、個人への投資と組織作り、新しいアイデアの支援を行ってきた。 2016年現在のフォード財団の目標は、不平等への挑戦である。財団は、不平等の原因は、公正さ、寛大さ、包摂性などを侵害する、凝り固まった文化的な物語、機械と結果の不平等を拡大する、経済的な規則、政府の意思決定と資源に対する、政府への不平等なアクセス、教育や天然資源のような、生存に欠かせない、 公共財に対する投資、保護の失敗、女性、人種、民族、少数派カーストに対する頑固な偏見と差別にあると考えている。これに対抗するために財団は市民的、社会参画と政府、創造性と表現の自由、公平な開発、性別、人種、民族的な構成、包摂的な経済、インターネットの自由、青少年の機会と、 学習という7つの任務を設定し、2016年8月現在は181、事業に対して約9999 99万ドルの補助を行っている。このうち最も補助金が多いのは、公平な開発であり、オレゴン州ポートランドのナショナルコミュニティラントトラスト、ネットワークに対して約217万ドルを提供している。2番目に補助金が多いのは、 公設的な経済であり、ウィスコンシン州ミルウォーキーのファミリー・バリューズ・アットワーク、A マルチ、ステート・コンソーシアム、インクに約225万ドルを提供している。3番目に補助金が多いのは、性別、人種、民族的な構成であり、カリフォルニア州のフォワード・トゥ・ギャザーに約80万ドルを提供している。なお2015年度は1570事業に対して、 約6億1061万ドル。2014年度は1636事業に対して6億4756万ドルの補助を行った。フォード財団はアメリカ合衆国のほかに中南米、アジア、アフリカで活動している。ありがとうございます。